じゃあ次、はるか。はい。はい。ですね、私は、あなたと映画が見たいですという、映画でデートするコーナーをやっているんですが、今回、本編のメルマガの方でも、今、前編だけお届けしてるんですけど、本当にガチの元 AKB48、うん、しかも前田敦子推しの方とデートに行って、これから後編をお届けするんで、あんまりお伝えはできないんですけど、はい、うん、愛情が深すぎてですね、はい、うん、映画を直視できないっていう状況だったんですよ。あ、そんなことあんの？そう、本当に、想像を絶する、好きすぎて、何ですかね、なんだろう、割とこの、知らないあっちゃん見たくない。そう、見たくないっていう、うんうん、アイドルでない前田敦子ばかり出てるじゃないですか。そうだ、うん、わざとね。そう。で、僕は逆にそれであっちゃん好きにどんどんなっていったけど、そう、どんどんどん。いや、全くおっしゃる通りですよ。そう、だから、前田敦子さんっていう人、AKB の前田敦子を知らない人が見に行ったら、とても女性として興味が湧くと思うんですけど、うんうんうん、好きな人だとこんなに辛い映画なんだっていうのが、すごい、ね、身をもって感じたわけだね。感じましたね。なるほどね。でもあれ、なんか、そのなんだろう、ちょっとアドリブ的なセリフとして書かれてないところのリアクションがすごいいいなって思って、うんうんうん、例えばなんか富田靖子さんとのやりとりとかで、アクセサリーの作り方を教えてもらうときに、うんうんうん、すごい簡単な向きを変えるだけ、うんうん、面白かったね。そう、面白かった、うん、そこを前田ちゃんはこういうやり方をすればいいんだよって言ったら、すごい、あ、そうなんだ、みたいな。なるほど。そうそうそう。そういうのとかがすごい女性として、あ、可愛いなって思って、女性が楽しめる映画なのかなっていうのはちょっと思いました、ね。はい。